ダンス ATV。 負けられない戦いがある、勝たねばならないという思いがある。頂点に立つため昼夜を問わず、場所さえも問わず、深夜に及ぶまで練習に明け暮れた者たち、精神と肉体、目の前の観客を沸かせるため、栄光をつかむため、限界に挑む寸分の努力も惜しまない。今夜のダンサー TV はあるコンテストにかけたダンサーに密着。見えてきたのはライバル、仲間、伝統、そしてワン・ツー・スリー・フォー。もしあなたがどんな人でも、もし私が傷つけても、 You're my love, You're my love、 そうあなたは私の運命。ただまっすぐに過ぎてみるだけ。俺をおっさん呼ばわりするな。今日はダンサーが一つの高い山に登る、そして証明する、俺の方がダンスがうまい。最後に笑うのはダンスを楽しんだ者にのみ許される特権なのか。ダンス TV が保証する未来は君と共にある。メリークリスマス。みんなね、いやイチャイチャしてるんだよ絶対。2人とも張り切ってそんな格好しちゃって。いやクリスマス大丈夫、ちょっとバラしんじゃってますけどね。もう終わったでしょ、もう今日26日です。あ、うん、まだ終わってないです。カップルの、カップルではまだ終わってないよね。MC はこの3人。まずはカリスマカンタロー。番組開始以来初、ついに本日カリスマダンスの封印が解かれます、必見。そしてフィッシュボーイ、スタイルも経験も違う相手にダンスで挑む日が来たぞ。もう後輩キャラとは言わせない。そして2人を生温かく見守る天使、辰巳夏子。彼女から視聴者のクリスマスプレゼントはなっちゃんのキラースマイルだ。ダンサー TV が選ぶ2009年ダンス3大ニュース。というわけで、はい、番組としての3大ニュースっていうのをね、はい、島さんにちょっと、まあ、番組というのはダンス界がね、そうですね、ダンス界としての3大ニュースとして、はい、まずはね、うん、第3位としては世界中で日本人のダンサーがすごい活躍してると、うん、第3位。そう、今年は日本のダンサーの当たり年、世界中で大活躍。パリで行われたジュストゥドゥブ2009では、我が番組のフィッシュボーイなど4組が優勝や準優勝に輝く。ドイツで行われた世界最大のブレイキンイベント、バトルオブザイヤーでは、オールエリアがベスト賞を獲得。アメリカではヒロカ率いる We Are Heroes が MTV のアメリカスベストダンスクルーで見事優勝。ほとんど報じられませんが、日本人ダンサー実は世界に轟いてます。ジュステブってフランスの大会ではさ、キッズが大人の部門に混じって準優勝とかね、すごいですね。あの光景をね、日本人みんなに見てほしいですよ。私も見に行きたかった。だから何度も言うけど、なんでそういうのがねニュースにならないんだっつってのだから、来年はそれを目標にしません。私たちニュースでも取り上げてもらうっていう。これがまあ第3位ですね。はい、3位ですね、うん、で2位はね、はい、最近もちょいちょい出てますけども、この番組が始まったことですね。第2位はこれ。これにはね、もっとね、いろんな方のこう協力があってこそだし、常に前向きにダンスがこうしていくんだっていう強い信念がないとやっていけないですね。やっていけないんだよね。カンタローさん、初志貫徹でお願いします。そして第1位で、やっぱり1位がね、はい、もうちょっと秘宝なっちゃうんだけど、はい、やっぱりマイケル・ジャクソンが、うん、亡くなってしまったっていうことが。キング・オブ・ポップマイケル・ジャクソンがこの世を去ったのは今年6月。世界のダンサーが涙しました。マイケルは何をダンスを通してね、ダンスミュージックを通して世界中の人に伝えたかったかっていうのがね、すごい、その死んだからこそ伝わることたくさんあったと思うんでね。ダンサー以外の方ね、いろんな人、マイケルファンだけじゃない方も注目をしてみてね、初めてマイケルの良さに気づいた方もたくさんいたと思うんで、これからもずっと永遠ね語り継がれていくと思うしね、マイケルに関して言うと間違いないですね。何やらお二人のチームが対決したそうじゃないですか。もうダンスチームが ねもうガチガチをガチンコだよ、ガチンコバトルですよこれは、ね、年に一度二度あるかないかだもんね。 MC2 人、男の意地と意地がぶつかる。
キリがないんですけど、まあ、とりあえず番組 MC の、 あのフィッシュボーイには負けたくないですね。まあフィッシュには負けたくないな。まあ何すでに勝ってるんで、もうその時点で負けてますよね。まあね、おっさんなんでね、みんなね、多分もうだから外出れないで、ストリートで練習できないんでしょ、おっさんだから。うわ、全然僕ら興味ないけど、子供扱いだね。もう勝っちゃってんじゃないかな、もうその必死ボーイに僕が思って万が一ですけど負けた場合はですね、マスターピースのシャブレのショーの時にふんどしで踊ります。もし負けるようなことがあれば、そうですね、もう渋谷のあのスクランブル交差点でもうこうやって渡ってやりますか、こうやって。ダンスディライト、日本最高峰のダンスコンテスト、それは94年大阪でスタート。拡張を続ける老舗ストリートダンスイベント、このディライトで好成績を収めれば、チームの中で一気に名が高まり、多大な栄誉を獲得できるのだ。欲しいのは本戦ジャパンダンスディライトへの切符。東京予選当日、カリスマカンタロウのシャブレーも登場。一人ね、遅刻してますね、いきなりですけど。ツインバッドニュースでも完全にバッドニュースだね。とここで宿敵ブラックドックスとニアミス。おはようございます。いつもダンス番組で一緒ですけど、ちょっと今日は敵なんでムカつきますね、この表情が。いやもう勝ちはもう当然ですからね。強豪精鋭たちが続々と、我がジェンサー TV でもおなじみの顔も見えます。いや続々とね、ライバルチームがたくさんいるわけですけども、全員鼻くそですね。余裕をかますカリスマ、この後この言葉を後悔することに。ダンスディライトはチーム戦、そして一発勝負。エントリーした61チームが ABC3 つのブロックに分かれ競う。結果は全て終わった後の発表となる。今回の見どころは、まあ、歴代優勝チームのシンボリズムが、新しいチームで出たり、まあ、リポール FX も新メンバーを入れて出たりといったもう強豪から、もうその他ジャパンに出たことのないサスとかそういうメンバーもかなり出て、まあ、史上最高レベルになるんではないかなと思います。和気あいあいとピリピリムードが交錯する。カリスマカンタロウのシャブレーは A ブロック最終組、あっという間に出番の声がかかる。メンバーはノブ、フィウス、中志、ジュン、そしてカリスマ、シューホー。今日は楽しもう。よし、よっ、よっ、せーの、ジャーン。21番目登場は東京都からの6人組、ジャンプはブリーシャブレー。激しいダンスで既にその実力を広く世間に知らしめているシャブレーが舞う。誰にもおっさんなんて言わせない、人間技とは思えない柔らかさ、超軟体ムーブを見よう。2分30秒以内、激しくそして息の合ったダンス、猛練習があったからこその完成度。ここでジュンがステージの下へ、観客はさらにヒートアップ。今回目指しているのは最低でも3位以内。目立とうとするカリスマ、コメディーリリーフも彼の役割のようだ。
そして個のバランス、心にくいぜ。シャブレーはジャンルの異なるダンサーの混合チーム。全てがフリースタイルにうまく結晶していく。そして世界チャンピオン、秋芳のソロ。先輩の踊り、さすがにリスペクト気味のフィッシュ。よし、ジュンちゃん上がったわ、ソロ上がった、前まで出ちゃった、よし、やばい、よし。2009年もあと1週間、最後までダンスで突っ走る、見て感じてくれ。この番組はソニーミュージックと御覧のスポンサーの提供でお送りします。ジェンソライフレジェンド。ダンサーが集まる、日本各地から世界から駆けつけるストリートダンス最大級イベント、ジェンソライフ。予選もついに大詰め。目指すは両国国技館ファイナル。個と個、技と技、バトルで敵をノックダウンせよ。イエーイ、ダンサーライブ、今日はハウスサイドということで、もうね、予選も5回目です。関東5回目ですけども、本日はですね、今ブチギレの優勝者秋芳は、サフ参加ということで、ボーダーラインのね、例えばヒロだったりとか、あとダイゴとか、結構その辺が出てきてるし、ぶっちゃけ誰が勝つかは今のところ予想がつきません。ワン、ツー、スリー、フォー。天然大御所系ダンサーアポロ、カリスマカンタロウのお師匠さんだぜ。こちらもベテランヒロ、ダンスは心のコミュニケーションが持論、哲学派だぜ。アポロはベスト4だと勘違いって、おい、これは決勝。オーライ、これは最上級のハウスバトルだぜ。お二人とも大ベテランで大御所とか言われてる人たちだからね、こんな風にバトルに最前線にやってくるなんて、本当リスペクト、尊敬するぜ。祈りにも似たそのスタイル、うん、ルーズスタイル、ニューヨークジョイスタイル、イエー、ユニークスタイルだね。おいえ、力が入ってるようで抜けている、これなかなか出せない微妙な味なんだよな。おいえ、リラックスしてるように見せていながら力強い、両方の持ち力が効いている、ツーステップにこう歴史が感じられるね。彼は日本のハウスオリジネーターダンサーだからね。伝説のチームルーツのメンバー、また音がエスニックだね。さあ、たまってヒロ、どう出る、気持ちから入っていくタイプ、そうそう、気持ちを作って、あはは、メガネもう入ってるね。おーいえ、グイグイ、こうリズムに対してこう積極的にアプローチしてるんだよね。リズムをこう受け身じゃなくてポジティブに捉えていると思うよ。これはなかなかベテランじゃないと出せない領域だよな。おーいえ、こう語ってる語ってる、相手にこう気持ち語ってるんだね。リズムキープはさすが、彼はフランスでもショーをやるぐらいの世界的に認められたダンサーだ。ぐいぐいアポロにプレッシャーをかけていくぜ。あっはっは、出たー、ウィッチウェイスタイル。これはロックスタイルから来てるんだけどさ、彼の師匠ニューヨークのシャアがオリジネーターのウィッチウェイスタイル、一体どっち一体どっちみたいな感じでさ、これやられるとほんとムカつくんだよね。勝ったのはヒロ。これでヒロは両国ファイナリスト。この後ブラックドッグス登場。カリスマとフィッシュの明日はどっちだ。ダンスディライト、ダンサーがここまで熱くなるわけは、
いや、やっぱりそのコンテストとしては最高の大会だと思うんですね。みんながこう一丸となって、その目標に向かっていい年して甲子園を目指すみたいな、このメンバーだからこそそういうことしたいなっていう、みんな一丸となって、そういうなんか気持ちよさみたいなのは去年すごい感じてて、要は10年ぐらい前からディライトを見て知り合って、ちょっとずつ仲間が増えてってるんで、少しでも頑張ったらみんな勝ちがつけれるんだって、本当頑張りたいなって。俺自分のためにしかダンスやってこなかったけど、そう思えた大会だから、ありがたいですね。そう、仲間のため。その表情は幸せに満ちていた。そしてフィッシュボーイが所属するブラックドックス、順番は C ブロックの最後から2番目、ライバルは自分自身。関東のポップダンスを今や背負う存在になりつつある彼ら、下手は打てない。直前のオーバーフローが会場を最高潮に、ブラックドックスに追い風か。そしてブラックドックス、ブラックドックスの登場だ。会場にいるおよそ1000人の視線が彼らのキレのある動きに集中する。見逃せない。ちなみにこの大会の参加資格は最低2名、15歳以上のチームであること。本来ブラックドックスは4人チーム、しかし仕事の都合で1人欠けてしまった。大丈夫か。現在中央のフィッシュボーイは3月にフランスの大会で優勝をかっさらってきた。今日はジャパンダンスディライトという本戦の出場権をかけて戦う、過去最高レベルの声も高い東京予選だ。ブラックドックスは似た者同士の集まりではない。性格もかなり違うのだという。ただ人生をダンスに捧げる運命だった点だけが共通点だ。体のパーツを弾くポップダンス、ダンス番長上條武を中心に構成を組み立て、この日に臨んだ。ダンスを修練させるのか、まとめも大切。踊り終えて、そしていよいよ結果発表の時間。本戦への出場の権利を得られるのは61チーム中わずか5チーム。ブラックス、まずは特別賞にブラックドックス。これは大変名誉なことだが、ベスト5に入っていないことも同時に意味する。素直に喜べない。そしていよいよ5人のジャッジが厳正に選んだ上位5組が呼び上げられる。戦う前は調子に乗っていたが、頑張ったか。いや、俺の想像に頑張ったよ。ここに来て弱気のカリスマ。5位、4位、シャブレーの名はなかった。そして3位でないことが今判明した。これは何を意味するのか。いや、でもジャスタブーブーレギュラーだって来てたら絶対うちは来るって上は。え、残すは2位と1位のみ。どちらか、はたまたまさかの圏外か。ここまで来てるのは弱気になっちゃう。優勝で優勝のね、2位かっていう人ここまで耐えるからね。初めて見せたカリスマ素の表情。2位の発表。シャブレー、よかったよかったそれはよかった。なんか、なんかすんだ。レギュス
2位のシャブレーには銀メダル、賞金5万円、その他副賞各種が与えられた。おめでとう。そしてシャブレーを上回った1位は誰なのか。シャブレーズがあるぞ、ビーズダンブラザー。1位はこの人たち、シンボリズム&ザ・ビートダウンブラザーズ。なんと我が前線 TV で先週取材に行ったカフェ白熊の人もいるぞ。おめでとう。シャブレーは目標を果たしジャパンへ。言い忘れてましたが、ビッシュには罰ゲームが。はい、いやなんとかね、僕は2位という結果で、僕がね、特別賞、特別賞という結果でね、もうもういやこれでですね、はい、カリソー勘太郎、はい、フィッシュボーイに勝ちですね、はい、罰ゲーム免れました。うわマジで腹立つ。マスターピース2009年の踊り納め、シャブレーも出るぞ。他にも様々な企画盛りだくさん。さあ今年の放送分はこれで終了でございますけど、うんうん、そうもうね、元旦はねお休みだから一回もうそうですよ、休みましょうな、休もう、はい、よし、じゃあお疲れ様、お疲れ様でした。僕のコーナー行きましょう、どうぞ。ウキウキレストレーション行きましょう。はい、年内最後ですからね。はい、これ世界で流行りますよ。クリスマスはどうだったかい。うん、いやどうもありがとうございました。よろしくお願いします。だが今週はここで終われない。男の約束を果たす時が来た。はい、約束通り渋谷で罰ゲームを行いたいと思います。真っ昼間の渋谷ですよ。もうこの日の渋谷の空はフィッシュの心のように曇っていた。お待ちかねの罰ゲーム準備 OK？位置についてスタート。ポッパーフィッシュボーイのカニ歩き、渋谷のスクランブル交差点、これも心の指定対決。宿敵カリスマカンタロウに負けたため、しかしさすが都会人、こんなおバカがいるのに誰も気にしてませんね。それが大人のマナー、人に迷惑かけず、かき分けるように出す。渡り切っても余熱で踊り続け、最後に一言。いやもうこんな屈辱的なのないですよ。もうボロ負けさせて東京タワーでふんどし踊ってもらうから、覚悟しろよ。ジェンサー TV からクリスマスプレゼント第2弾、ジェンサーライブ T シャツを3名様に。悩めるダンサーの相談に応じます。来年早々スタート、悩みをぶった切るぞ。